元アメリカ大統領首席戦略官のスティーブ・バノン容疑者を詐欺の疑いで逮捕・起訴したと発表しました。バノン氏は2016年大統領選挙でのトランプ氏勝利の立役者の一人です。トランプ氏が公約に掲げたメキシコからの違法移民を防ぐ国境の壁建設のために集めた資金を騙し取ったということなんですが、このニュース、先生どのようにご覧になっていらっしゃいますか？まあそうですね、正直言いまして、今大統領選さなかで、ちょうど民主党大会が、まあ、今日終わるという時、そのタイミングにですね、こういうニュースが出てくるということはですね、まあ、いかにもこの選挙中らしい出来事かなという、まあ、印象を受けてますけども、このスティーブ・バノンさんという方はですね、まあ、いわばトランプ政権がスタートした時のですね、まあ、いわゆるブレインと言いましょうかね、政策に大きく関わった、あるいはトランプ政権の外交内政全般にわたってですね、その政策に非常に大きな影響力を持った方なんですね。ですから、まあ、公式には大統領戦略首席補佐官と、まあ、こういう名前になってたわけです。まあ、その名の通りですね、トランプ政権の戦略に大きな影響力を持つアドバイザーであったということなわけですね。で、まあ、いろいろな事情があって、お辞めになったわけなんですが、まあ、それもですね、トランプ政権の内部からも、あるいは共和党からもですね、まあ、スティーブ・バノン氏は適切な補佐官ではないというような声が大きくなりまして、まあ、トランプ大統領としてもですね、まあ、やめてもらうということになった、まあ、そういういきさつがあるわけですね。で、表向きはですね、トランプ大統領と意見が合わないという形でですね、トランプ大統領に首を切られたとこういう形になっているわけなんですが、まあ、辞められた後の行動を見ても分かる通りですね、なかなかトランプ大統領としては公式にはこの行動できない、そういうような、まあ、言い方は悪いですけども、不適切かもしれませんが、影に回ってですね、まあ、トランプ大統領の政策、これをですね、内外に理解をさせる働きをしたと、こういうことは間違いなく言えると思いますね。まあ、中国にもいろいろその他の国にもですね、赴いて、まあ、一見トランプ大統領は中国と、まあ、喧嘩腰というか、中国敵視政策というものをですね、どんどんと打ち出していると。しかしながら、これは本当はこういうことなんだよと、こういうようなですね、表向き言えないことをですね、中国の方へ伝えたりですね、まあ、そういう意味で、ある意味ではですね、まあ、トランプ大統領を、まあ、陰で支えてきた人だと、そういうことが言えると思いますね。まあ、これに対してですね、トランプ大統領を 敵とする、まあ、民主党の勢力と中でもですね、この軍産複合体といいまして、まあ、CNN を中心としたマスコミとですね、それから国防総省軍部ですね、それから軍事産業、こういったところはですね、今現在アメリカを支えている現行勢力ですから、これに対してトランプ大統領はですね、中東から米軍を撤退させる、やがて日本からも韓国からも撤退させる、ということでですね、まあ、軍部あるいは軍産複合体にしてみればですね、この世界からアメリカ軍が撤退するということですから、それは、まあ、軍部衰退あるいは軍事産業にとってはですね、この需要がいわゆる兵器の需要が減ると
ということにもなるわけですから、そういうその政策を進めるトランプ大統領は何としてもですね、引きずり落として、また再びですね、アジアでも中東でも戦火が起こるというような状況になればですね、軍部にとっても軍事産業にとってもですね、そして今の現在の現状勢力にとってもいいことですから、何としてでもトランプを落としたいという、こういうですね勢力があるわけですね。まあそういう勢力がまあこういうことを起こしたとは言いませんが、タイムリーにですねこういう事件が起きた、そしてトランプ大統領の影となって働いてきたスティーブ・バーノン氏を逮捕して、まあ、崩したと、こういうことになるわけですね。まあ、事件のことは、これはまあ検察がやってることですから、証拠なしに逮捕をすることはできませんから、まあ、言われたように2500万ドルですか、約26億ドルからのね、お金をメキシコとアメリカとのこの国境にですね、壁を作ると、その資金をですね、募集をするということで募集をしたわけですが、まあ、当然非営利団体としてのですね、まあ、募金ですから、当然そのどのようにそのお金が使われたかということは厳しく調べられることはこれはもう決まってるわけですね。まあ、こういう非営利団体っていうのは税金が免除されてるわけですから、それだけにですね集めたお金がどのように使われたかということは、まあ、厳しく監査されるというのは当然のことです。で、まあ、厳しく調べるとですね、まあ、いろいろ言い訳できないようなことも出てくることは、まあ、最初から分かっているわけですね。まあ、そういうことでですね、まあ、スティーブ・バノン氏の側からすればですね、うまく、まあ、はめられたという表現は適当かもしれませんが、まあ、敵の思う都合にですね、はまってしまったということではないんでしょうかね。まあ、いずれにしてもですね、今この大統領選のさなかですから、こういう時にトランプの元腹心、そしてトランプを陰で支えてきたスティーブ・バノン氏が逮捕されて落とされたということは、トランプ陣営にとって、トランプ大統領にとってですね、大きな痛手であることは間違いないですね。ということになると、まあ、アメリカのこれはまあ風習というか、まあ、アメリカでは常識的なことですが、まあ、こういう攻撃を受ければですね、今度はトランプ大統領の方から報復としてですね、このバイデン陣営に対して、大変スキャンダラスなですね、ことをですね、またこのしでかすんではないかと、こういうふうに思いますね。まあ、私の想像ではバイデン候補のですね、長男の方がウクライナからですね、いろいろとそのウクライナの国営ガス会社から講師を回ってましたが、まあ、この辺のところのですね、不正をですね、まあ、どういう形か分かりませんが、大々的に暴いてくるということで、これから熾烈なですね、この攻防戦が展開されるというふうに言っております。増田先生、ありがとうございます。